Cengah sahau. Feel. Win. Feel. Will. Yeah. How ga? Andre. Andre. Yeah. 今回ご紹介するのはプンクレーゼの滝です。ドーグラスファミリーには2人の娘さんがいて、妹さんは3歳です。お父さんとお母さんが代わりばんこに抱っこしながら歩いています。以前ご紹介したトゥンクシーワの滝に比べると、滝までの道が整備されているので、小さなお子様連れでも歩きやすい道になっています。トゥンクレーゼの滝はルーテンから車で約2時間、ナヌビレッジから約 2.5km の美しい棚田と緩やかな丘を越えたところにあります。歩き始めて約15分後、滝が見え、水の流れる音も聞こえてきます。マンガライには多くの滝がありますが、2段に分かれているのがトゥンクレーゼの特徴です。滝の高さは約25メートルあるようです。水量も多く、岩が苔で滑りやすいので、カキの訪問がおすすめですよ。滝壺で水遊びをすることも可能ですが、一つ目の滝壺は激流のため危険です。二つ目の滝壺も水量によっては危険なので、ガイドさんの指示を仰いでください。滝の近くにはレストランがありません。軽食や飲料水などはあらかじめ持参されることをおすすめします。 MJR ではお客様の要望に合わせてツアーのアレンジも賜ります。お気軽にご相談ください。